あれが荒はばきのアクセス端末か。ユイト、送った映像受信したか。渡る？通信悪いか。アクセス端末の通信に干渉しないようにこの周辺は外部通信を遮断しているのかもしれませんね。映像データ大丈夫？ここまで来て通信障害で受信できませんでしたじゃシャレにもならないぞ。確認できた。よかった、ギリギリなんとか受信できたみたいだ。あとは荒はばきに接続して送信するだけか。また椅子型の端末。ユイト、アクセス端末の操作私がやろっか。いや、俺にやらせてくれないか。俺が自分で実行したいんだ。分かった、でも気をつけてね。無事に接続できたみたいだね。海抜群のシステムと似たような感じだな。よし、映像データのアップロードもいけそうだ。
これを全国民の脳を対象に送信するんだな。荒はばきからのデータ送信は全国民への一斉強制アクセスになります。年齢や性別、そして本人の意思に関わらず、先ほどの映像を、真実を見せつけられることになる。一人一人がどう思うかは予測できません。それが真実であれ、傷つく人は大勢いるはずです。ああ、分かってるよ。どうして教えたんだ。知りたくなかったと怒る人もきっといる。それでも俺はみんなに問いたい。この真実を知ってどう感じるのかって。父さん、兄さん、勝手してごめん。でも俺は自分の選んだ道を行くよ。我らはヤクモスメアギの意志を引き継ぎ、月へ復讐を行わなければならないのだ。うまくいったかな。私たちにはデータが配信されてないみたいだけど。ここは通信が遮断されてるから。あ、そっか。でも配信中の表示はちゃんと出てるね。ニューヒム家の国民全員がこれを見ているなら、今頃外は大騒ぎだろうな。政府も大混乱でしょうね。まずは保身に走るだろうとは思いますが、おそらくは兵の動揺も激しいはずです。セーランとの戦闘どころではなくなるでしょう。ニューヒムカとセーランの争いがやむなら、まずはハードルを一つクリアってところだけどな。この映像はきっかけだ。ニューヒムカがこれからどう変わっていくのかまだ想像できないけど、あとキュームは渡月の暴走をどうやって止めるかだな。状況を確認して次の作戦を練りましょう。ひとまず外へ出た方がいいかと思います。そうだな。カイが来る可能性もあるし、急いで脱出しよう。じっとしていろ。ユイト！やらせるか！バイトもが。カレン元連隊長。兄さん、どうしてここへ。今さらユイトの超能力をコピーする気なの。不意打ちが失敗したなら賞賛は薄いぞ。分かっているはずだ。俺がその気になれば貴様らを一瞬で消し炭にすることもできる。ユイトの超能力が必要なら脳が損傷するような攻撃はできないよね。だからどうした。獅子を一本ずつ潰してやろうか。ユイト、五体満足でいたければ超能力をよこせ。なぜ俺の超能力を狙うんですか。説明する必要はない。今さら念力を狙うとは思えない。カレン元連隊長は俺の超能力が何なのか知ってるんだ。こんな場所まで俺の超能力を取りに来るなんて、何かを企んでいることは確実だ。それが何なのかわからない以上抵抗します。俺に無駄な時間を使わせるか。すぐに従わなかったことを後悔するんだな。手間をかけさせるな。いいタイミングだ。カレンと戦うなんて無謀すぎる。だけど、怖いけどやるしかない。耐えろ。ユイトを守らなきゃ。次何を考えてるんだよ兄さん。もう僕には
兄さんがわからない。わからなくていい。下がれるか。それができないな、排除するまでだ。兄さん、私がユイカの力になる。なんだかすごく気持ちいいな。望みを捨てろ。ノロナメ。喜んで。抜けてるの。おなしくしていろ。ふっと。俺が盾になる。うまく使ってください。どけ。まだ戦える。危なかったな。仮身を現場進化は止まらないってわけか。けど俺たちだって前よりは成長してるはずだ。あれだけの超能力を操れるなんて。ふん、思ったよりもしぶといな。これでも場数を踏んできたので随分戦い慣れました。確かに兄さんは多くの超能力を駆使できる。でもそれを処理する頭脳は一つだ。複数名を相手取れば処理の遅れる場面が必ず出る。兄さんの思う通りにはいかないよ。聞いてもらえませんか。俺たちはこれ以上戦いたくありません。何を勘違いしている。そのセリフは勝者のものだ。そして貴様らは俺に勝てない。ここでは絶対にな。侵入を受けた。一体何に。何これ、体が。超能力も使えない。このケーブルは荒はばきからか。うまく侵入できたようだな。兄さん、一体何を。
よ。うが、なんだこの感じ。どこかで覚えがある。これはそうだ、クナド高速でカザネの超能力と共鳴した時、あの時の感じに似てるんだ。ユイト、どうしたの。まさか脳の深部まで侵食を受け、言葉も発せられないのでは。荒葉木が俺を操ってるのか。誰かの意志を感じるけど、誰なんだ。超能力が勝手に発動。くそ、ダメだ、止められない。まさかカレン元連隊長の目的は。また初めからだ。アリス、消えた。瞬間移動か。いえ、今のは。あの人は時間跳躍をするためにここへ。ユイト、しっかりして。ユイト、なんだここ。君は誰だ。俺は誰だ。誰。俺は、僕は、これは何。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。あなたは生きるのよ。俺、どうして今
一体何が。父さん。ナギ。ユイト、目が覚めた。カサネ、それにみんなも、なんでここに。てば花火。体に異常はありませんか？頭痛や吐き気などは。大丈夫だと思う。意識もはっきりしてるし。一体何があったんだ？兄さんの襲撃を受けたことは覚えていますか？ああ、それから荒はばきの侵食を受けて超能力を無理やり使わされて、それからどうなったんだ？この辺りに大地震が起きて、ユイトが倒れるのと同時に兄さんはどこかへ姿を消しました。ユイト、頭を抱えて苦しがってた。でもどうすればいいかわからなくて、そこにカサネたちが来た。駆けつけた時はもう大変よ。つぐみちゃんは真っ青、花火ちゃんはユイトにしがみついて号泣してるし、ゲンマやルカまで顔色をなくしていたから、てっきりユイトが死んでしまったのかと思ったよ。そんな状態だったのか。でもどうしてカサネたちが荒はばきに。彼は私の超能力を無理やりコピーして、その後ユイトを追って瞬間移動したのよ。どうも私だけじゃなくて、ユイトの超能力も必要だと考えたみたいね。カサネと俺の超能力、レッドストリングスのことだよな。そうよ。結局カレンの目的は不明だったんだけど、とにかくあなたに警告しなきゃと思ったの。でも荒はばき内部は通信ができないと分かって急いで駆けつけたというわけ。渡るの助けもあってね。ユイト、
あなたは意識と記憶が失われかけていて、とても危険な状態だったのよ。自分がどんどん消えていく夢を見たけど、あれは現実だったんだな。でも重ねがね、私たちの記憶を使ってユイトの記憶を再構築しようって思いついたの。記憶の再構築？ユイトとサスでつながった時に共有した記憶や共に過ごした記憶でユイトを形作ろうとな。みんなでサスケーブルをつないでユイトの中にデータ化した私たちの記憶を送り込んだ。記憶には持ち主の主観が混ざるわ。様々な人格の記憶を混ぜるのは人格矯正に近い技術で危険な行為だった。正直に言えばうまくいくかは賭けだったわ。でもみんなの協力があってあなたは奇跡的に目覚めた。意識が戻ってよかったわね。そうか、俺何もかも失っててもおかしくなかったんだ。今俺の中にある記憶はみんなが保存してくれてた俺の記憶をつなぎ合わせたものなんだな。ありがとう。本当に頭は痛くない？何か思い出せなかったりしない？大丈夫だよ、記憶はちゃんとある。体の調子もおかしくないし。ユイト、記憶がちゃんとあるってことは昔のこと、例えば私たちに会う前の記憶もあるの？え、ああ、あるよ。でも確かにみんなの記憶をもらったんなら昔のことを覚えてるのは不思議だな。僕たちの持つ記憶以上の保管が行われた？それとも運よく消えずに残っていたのでしょうか？もしかしてあの時のみんなでサスをつないでいた時、外部サーバーからの通信があったように感じたのよ。ユイト、あなた外部サーバーに過去の記憶を保存していたの？いや、そんなことはしてないぞ。どういうことだ？そう、あれは何だったのかしら。ユイトの古い記憶も保管されていることに関係がありそうだけど。どうやら我々の記憶をつないだというだけでは説明のつかないことがあるようだね。気になることは多いですが、そろそろ移動しませんか？ここに長居するのは危険だと思います。そうだね、ユイト、動ける？ああ、大丈夫だ。重ねたちも行くだろう？ええ、荒はばきに用はないわ。あなたが無事でよかった。一緒に脱出しましょう。確かな情報だ。もう騙されないぞ。皆さん落ち着いてください。許可のない外出は控えてください。国が私たちを騙していたのよ。一体誰があなたたちを信じられると思うの？想像以上に混乱が広がってるな。セイランの反乱でただでさえ不安が広がっていたもの、あんな映像を見せられたら動揺して当然よ。ナギがいない。国防軍が連れて行ったのか。後で渡りに確認してもらおう。お前たちも一斉送信の映像は見たんだな？ああ、渡月で知った情報も多かったが、
本部長の口から語られるとやっぱり重みが違ったな。こうなることは分かってて荒はばきを使ったんだ。俺は自分のやったことに後悔はしない。後悔しないようにこれからニューヒムカを変えていかなくちゃいけないんだ。こっちに誰か近づいてくる。敵か？え、本当に？よかった、ようやく会えた。探したよ、みんな。吹雪連隊長！心配していましたよ。旧海抜群病院で別れて以来ですね。間一髪のところ彼に助けられてね。気づいたらセイランにかくまわれていたよ。セイランに？よく無事とは言えませんね。怪我してるようですけど大丈夫なんですか？心配はいらない。それよりもユイトに伝えたいことがある。俺に？トゲツから君に追っ手がかかっている。早めに気づいたから撃退できたが次もあるかもしれない。注意してくれ。トゲツが出した追っ手、それを吹雪連隊長が一人で撃退したんですか？僕は口を動かしただけだ。直接戦ってくれたのはセイランの軍勢さ。セイランを動かしたのかよ。簡単に言っちゃってるけど一体どんな手やら口やらを使ったのかね。やっぱり重ねだけじゃなくてユイトも狙われているのね。とにかく無事に合流できた。お互いに聞きたい話はあるだろうし、アジトで情報共有を行わないか。その状態で歩けるんですか？ずいぶん無理をしているようですけど。寝不足はたたっているかもね。でも今はゆっくり休んでいる場合じゃないだろう。まずは安全な場所で。これまでの吹雪連隊長、大丈夫ですか？あまり騒がない、人が集まる。みんな、吹雪連隊長を休ませるためにもひとまず俺の隊のアジトへ行こう。ユイトたちはこんなところにアジトを持っていたのか。うちのアジトと同じタイプのユニットみたいね。作りがそっくりだわ。吹雪連隊長の様子はどうだ？応急処置は終わりました。鎮痛剤が効いたようで今は眠っています。超能力を酷使したみたいで疲労も濃かったわ。目覚めるまでは安静にしておいた方が良さそうね。心配しなくとも命に別状はないよ。あいつはそんなにヤワじゃないさ。そうか、よかった。話をするにも待つしかなさそうね。ところでこれからはこのアジトをみんなで使うってことでいいのか？ちょっと手狭になるけど。その方が何かと便利よね。なら各自荷物を整理しましょう。カゲラ、ユイタのことどうするつもりなの？このままうやむやにするわけにはいかないでしょ。ああ、それ言っちゃう？まあ当然か。一応俺なりに考えてるからさ、ちょっと時間くれや。深刻な感じだった。もしかして